こんばんは。令和元年6月4日火曜日、時刻は20時30分を回りました。 Cウェーブ千住でクロス C スタジオ、本日は地域ゆるゆる活動家、足立ブレンプラスオーガナイザー、グリフケアアドバイザーの工藤理香子がお送りいたします。番組では皆様からのメッセージ受け付けております。こちら千住アットマーク cweb.jp まで応援メールお待ちしております。ただいま動画生配信中のですね、 YouTube ライブでもメッセージ受け付けております。どうぞどしどしお寄せくださいませ。さあ、この番組ですが、千住でつながった今注目の方をお呼びしてゲストとつながるためのキーワードを紹介する60分のトーク生番組です。第1火曜日は千住のある足立で地域活動をする方々をお招きいたします。千住からつながる思いを世界に配信。あ、今週も今月もいい感じはい、ということで、それでは本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストはグリーフケアアドバイザー、基本絵本セラピスト、キリちゃんこと桐原雅美さんです。ようこそお越しくださいました。はい、こんばんは。 はい、それではちょっとご紹介いたしましょう。はい、ドイツ、在住時に現地の日本人の子供を対象に読み聞かせ活動を開始、帰国後も継続するも、家族がグリーフ、突然の死別による悲痛に苦しむという経験から、誰もが心を見つめ直すきっかけ作りをさまざまな立場で伝えていらっしゃいます。7月から大人のための心の休み時間をテーマに、北千住で活動のため現在準備中の心境をお伺いいたします。キリちゃん、どうもこんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、今回ですね、番宣公式サイトの、Facebook ページの方の番宣のところに、はい、プロフィール書かせていただいて、その中でですね、実は皆様に、今のプロフィールではお伝えしてないことっていうのがございまして、実は私のプロフィールの中にもございます通り、グリフケアアドバイザーのいわゆるキリちゃんは同期でございまして、はい、そうです、はいはい、これから私どもが、北千住を中心にそういった心のケアをする、何か、人に、休み時間を差し上げたいという、はい、そういう、時間を、共有したいという思いで、来月の7月からちょっと2人で、はいはい、ずっと、もう半年以上前からですね、意見をちょっとね、交換しながらやってまいりましたけれども、はいはい、まずそのグリーフケアアドバイザーって何よっていうところが、すごく皆さん気になっていたと思うんですね。で、グリーフケアっていう言葉は自身はやはり、大きく取り上げられるようになったのがですね、東北の、震災で、それを応援するためにCウェーブというのはそういった、支援番組もあるわけですけれども、その時に、こういった、ケアをする、悲しみの中にいる人たちが少しでも、生活を取り戻したり、前に心が一歩でも進めるような、寄り添うということの、お手伝いをするというのが、こういった私どもの所属しています日本グリフケア協会のグリフケアアドバイザーの、いわゆるスキルという部分でございますね。はい、で、実はそのグリフケアアドバイザーとしてのキリちゃんが、はい、誕生するきっかけというのと、私も誕生するきっかけになったのがですね、それぞれがお互いにその家族の中に、はい、グリーフケアをするという、状態の、はい、がずっと続いておりまして、はい、それこそ365日24時間そういう状態が続いているというのが、当たり前というか、そういうのがあって、身近な人に対しても敏感に私たちそういうものを感じ取ることが、
あの人よりも少しだけ、あの分かるというかですね、はい、そうですね、他人に対してといいますか、知らない人に対しても、この人はこういう状態かなっていうのが分かるというか、そういったところがあって、たまたま、会いましたね。そうですね。はい、運命ですね。運命ですね、はい。渋谷でしたね。はい、そうです。渋谷って言っても別にナンパしたわけじゃないのよ。はい、あのこのね、グリフケアアドバイザーの資格試験の時にね、はい、キリハラの木と工藤の木で、はいはい、柿木で隣同士だったのよ。そうだったんです。はい。そういうことなんですね。はい、ね、偶然ですね。それで、まあ、今ここはカメラありますけど、まあ、大きな会場だったので。2人に1台手元モニターが、ね、はい、あったんですよ ね、 ありましたね。ところが私たち2人のモニターはなんかこう下手ってたんですよ。もう全然見れるような状態じゃなくって、でキリちゃんが最初に一生懸命こう直してたで直してて、私もどうなんですかねとかってやっていた時に、まあなんとなく、このままね、あのずっとこう一緒にいろいろなお話をしてっていう、 それ以来の、ね、はいはい、急速なお付き合いということになるかと思いますね。はいはい、あの時ってどんな印象でした、はい、私あ、なんかあの、そうですね、割とこう、嵐のように来られて嵐そうかそれはなんかあの、はい、カメラが映りませんここっていう言ってたうちだけなんだもんだって必死っていう、私はなんかこう、まあ、このままでもいいかな、どうしようかなと思ってたところに、ここ映らないんですけどって、そう始まっちゃうからね、すごい必死でしたね、はいはい、もう言ってくださっていやいやいや、はいはい、本当にでも直さなかったけど、一応ちゃんと映ってば ね、まあ、映りはしたのでまあいいかということでね。で、まあ、お互いの話を聞いてみると、ね、やっぱりこう家族の中にいるという状態ですね。それはあのおそらく、まあ、皆さんご存知の通り、まあ、私の方は、まあ、二個機墜落事故ですね、御巣鷹山のその事故の遺族として、まあ、どんどん高齢化が進んでおりますので、やっぱり新しい家族がどんどん、あの遺族になられているわけですね。そうするとそういう方たちがその当時のことをどういうふうに、あの家族として捉えなきゃいけないのか、多分一度すごくあの心の中にこうしっかりとした整理をする時間が必要なのかなと思っていたところでしたので、もうキリちゃんがものすごく全てを受け止めているようなね、あの時はちょっと私は印象があって、そうですか、なんかねすごいもうなんとかしなきゃいけないっていうのがすごく伝わってきて、なんか渋谷の駅まで ね一緒に歩いて ね、お互いの ね気持ちを、ね、伝え合ったなと、はいはいはい、それが、ね、最初でしたね。じゃあそのグリーフということなんですけれども、その今こうキーワードになってきたいわゆるこう死別ということですね、まあ、生きていながらというものもあるんですが、もともとはそういった死別経験をすると、まあ、知らず知らずに亡くなった人をこう思う気持ちを中心にこう湧き起こってくる感情ですとか、こうそういった情緒が心にこう占有されてしまっているということにある時気がつくわけですね。で、喪失としてこのあと何とかしなきゃいけないということで、亡くなったことに対してその窮地に陥らないように何とかしようとするんですけれども、なかなかこの2つの感情というのは同時にこう天秤に測れるような状態ではないということで、
こういったのを不安定な、まあ、状態になっていきます、うん、で同時にもう体の身体上 もう不愉快、うん、不愉快な反応、うんうん、それから違和感、自分ではじゃないような、ね、まあ、あの状態を経験していく、これらをまあ簡単に言うとグリーフと言います。あので今回私がご紹介の中でよくこのグリーフという言葉をお調べになると、だいたい悲嘆という、まあ、訳で、うん、多くの方いらっしゃお話しされるし、そういうふうにこの日本グリーフケア協会の方でも、うん、そういう使い方をしているんですが、うん、代表の方もまあこちら東北福祉大学の教授なんですけれども、やっぱりこの言葉が非常に、うん、日本人にはしっくりこないと、うん、で何か別に変わる言葉があれば、うん、そういった言葉を使ってお話をした方がいいなっていうことは、うん、まあ、日々ちょっとねおっしゃっていたなっていうのは思います。でそのグリーフの時期になりますと、まあ、例えば自分は何かとか死とは何かとか、うん、死者とはとか、そういったいわゆる問いかけというようなことも行ってきますので、うんうん、こういうような状態の人に対してさりげなく寄り添って、うん、さりげなく、うん、支援をして差し上げる、はい、まあ、それがグリーフケア、うん、そういったものの知識を持っている、うん、まあ、私どものようなものをグリーフケアアドバイザーとして、うん、一つのスキルとしてですね、うん、ご自身の職場ですとか、うん、日常の中でそういった力で、うん、周りの人たち、うん、特別な何かではなくて周りの人たちの、気持ちに寄り添えるような、うん、社会になりますようにということで、まあ、こういった仕組みが、うん、少しずつ広がっているということですね、はいはい、というキリちゃんとの出会いがございまして、はいはい、さあ先ほどですね、うん、絵本セラピスト、はい、基礎絵本セラピスト、セラピストさんということで、うんうんうん、ご紹介させていただいた通りにですね、絵本を読み聞かせる、はいはい、ということの最初が、うんうん、まあ、ドイツからだったということで、足立区でもものすごく、うん、まあ、お母様、うん、ママさんたちもそうですし、うん、図書館の中でもそうですし、うん、あとね例えばこうアナウンサーの方もね、うん、やってらしたりとか、いろいろなタイプの読み聞かせというのがあって、うん、すごく身近に入りやすいものではあるんですけれども、うん、私そのドイツが初めてのっていう方は初めてでしてはい、これは、うん、どういう状況の中で始められたってことですか。そうですね、やっぱり、ドイツに、まあ、外国にいますと、うんうん、本当に日本の活字っていうものをあまり見ることができないというか、確かにそうですね、はい、で、うん、子供、まあ、大人の本もそうですけど、まあ、子供の本もそうで、うんうんうん、で現地で買うと高い、うんうん、で日本から送ってもらうとやっぱり送料が高いということで、うんうんうん、やっぱりすごく活字に飢えている、あ、日本語にっていうことですね。そうですね、日本の活字に飢え、日本の活字に飢えている状態で、うんうんうん、でたまたま、うん、そうですね、娘の、うん、お友達のお母さんが、うんうん、たくさん絵本を日本から持ってこられてきてて、なるほど、はい、それはまあキリちゃんがお仕事で、うん、ご主人の、はい、そうです、そうです、駐在ですね、はいはい、されていたということで、じゃあちょっといくつかねお写真いただいてるので、うんうん、ほとんどドイツでの読み聞かせの写真がないという、ないんです、そんなそういう時代ではなかったんですね、そこはちょっとねちゃんとドイツにいるぞというところの、はいはい、証明写真ですかね、証明写真、これはね、まあはい、お嬢さんと一緒の、そうですね、はい、写真でして、はい、まあ、これはもうまだ行った当初、行ってすぐぐらいですね、本当に、だから向こうで幼稚園に入るか入らないか、はい、前ですね、まだ2歳代ですね、これ、そうですか、はいはい、じゃあ次ちょっと、はい、少し大きくなったでしょうかね、次お願いします、
はい、あ、これはご家族で、はい、そうですね、ご主人はじめによろしくお願いしますちょっとね、ご挨拶をせずに写真をご提供いただきありがとうございますということで、これはあのご自宅で、そうですね、何ですかね、クリスマスですね、おそらく娘と一緒に、ね、あのケーキを作ったんじゃないですかね。あ、その これですね、はい、雪だるま、雪だるま、一応雪だるま、一応雪だるま、はいなんかあの目がクリクリしてね、はい、この幼稚園入って、はい、入ったすぐぐらいですかね、はい、はい、わかりました。じゃあ次をお願いします。はい、はい、あ、これは全く観光ですね。観光です、はい、観光です、お城がバックですね。お城がバックですね。はい、あのじゃああのまのそのあちらにいらっしゃる、ベースはどこですか。フランクフルトです。フランクフルトをベースにされていて、はい、まあ、お休みの時には、うん、そうですね、あちらこちらに経験を、はい、お嬢さんにさせていたということですね。そうですね、はい、そうです。でもしかしてこう年代的に言うとこれぐらいから少し読み聞かせの、うん、ね、はいはい、このぐらい 4歳ぐらいからですね。なるほど、はい、でも出ないんですよ、読み聞かせの写真がないっていうのはい、次お願いします。とりあえずあの成長期だけ見てください、はいはい、すいません、もう、はい、はい、はい、これも何か、これはクリスマスイチですね。ね、はい、クリスマスイチがとても盛んです。大きくなりましたね。はい、もうなんかあれですね、向こうの幼稚園だとものすごくものをこうはっきり言わなきゃいけないというようなことね、随分おっしゃってて、あの最初のお写真と比べても、はい、うん、あ、なんかかなりしっかりしたかも。そうです、ね。自己主張をしないと。うん、何も与えてもらえないです、と、はい、きちっと伝えなきゃいけない、はい、自分の気持ちを、はい、ということですね。はい、次お願いします。さあ、あ、これもあれですか、これはどこでしょうか。これはひーちゃんの髪の毛がね、だんだん伸びてきてるので、かなり何食べてるんだろう、これ飴ですかね。飴ですよね。飴を舐めてますかねなるほど、 おそらく私はこうワインを買ってますね、うん、あ、なるほど、はい、これからなんでしょうね、はい、どこかお買い物のあれですかね。そうですね、ワインを持ってますね、これは、うん、はい、でものちょっとのどかな雰囲気ですね、とてもね、はい、はいはい、お願いします。でもうすでにこの辺りからは、はい、あ、これはロゴランド、 レゴランドですね。ロゴじゃない、レゴランドです、レゴランドですね、はいはい、こういうふうに、まあ、あのかなり楽しそうに、うん、あの過ごしているなっていうのはすごくよく分かりましたけれどもただあのこの日本人の中でっていうことになってくると、うん、あの普段の生活でね、ちゃんとまず言葉の問題をクリアしてさらにコミュニケーションを取っていくっていうので、そういうことがちゃんとできている方もいらっしゃれば、それは子どもだけでもなくって大人だったりもまあしてくるわけですよね。おそらくそこら辺がきっかけなのかななんてなんとなく思ったんですけれども、その活動自身はドイツではどれぐらいやってらしたことがありますか、実際は。2年弱ぐらいですかね、はいはい、なんか最後は向こうの幼稚園をお借りしてもらったので、そうですね、はい、あの場所を日本人幼稚園を、ええ、なるほど、はい、お借りして、いろんな方たちが大人も参加できるような、はい、そうですね、あの、うん、お母様も一緒に聞いてもらったりとか、あ、じゃあいわゆる、まあ、よく、まあ、子ども食堂なんて、ね、言葉流行りましたけれども、子ども食堂にあの親も参加できるような親子食堂みたいな、そういうコミュニティを作るというか、うそういう、ね、そうですね、活動だったということなんですよね。そうですね、はい、はい、ではこのあと日本に帰国をされてからなんですけれども、帰国をしてからも、はい、続けられるということで、はい、じゃあすいません、次のお願いいたします。はい、あ、はい、もうなんか
あれですね、あのいかにも日本人のお子さんがいらっしゃる、はいはい、なってますね。これは、はい、あのあれですか、司会か何かをされてるんですね。そうですね、お話し会を、うん、はい、ホールでさせてもらった時の、なるほど、司会ですね、うん、はい、あの2003年に、はい、こちらは千葉市内を中心にしているワクワクお話し会というサークルがあるということで、そちらに参加をして、あの普段はあれですか、こういったあの司会をもやりつつ、自分でまあ本も読みつつ、読みつつということで、でなんかちょっとね、私全然知らなかったんですけど、読み聞かせの本をね、そのいろいろな画面でこう撮るのにもいろいろね、制約があるということで、いろいろ著作権の、はい、問題でございまして、はい、比較的本があまり写ってません、写真。そうなんです、はい、もうね、やっぱり中身は、うん、まず、そうなんです、ということで、はい、でじゃあすいません、じゃあ例えばどんな本かなと思って私に送られてきてきた写真がですね、次の写真なんですね。ちょっとびっくりしちゃったんですけれども、こんな写真がボーンと出てきました。何でしょうかね、この写真は。何でしょうね、これは何抱えてるんでしょうね。これなんかもしかしてお芝居かなんかしてますか。そうですね、はい、ただ読み聞かせるって言っても、こう体を使ってこう表現をして、まあこうドキドキするような感じをやはりこう演出しているわけですね。そうですね、はい、これあれですか、いつも演出とかは何か誰かがされるんですか。まああの、そうですね、みんなで考えたりですね、うんうんうん、今回はこういう企画でいこう、そうですね、みんなで話し合って、なるほど、はいはい、じゃあ企画を練って、じゃあ今回はどれぐらいの大きさのところでやって、どれとどれにしようかっていうのを、まあ、絵本を選んで、ということですね、はいはい、です。この時点では、まあ、読み聞かせという、ね、ジャンルの部分になるかと思いますが、まあ、私がご紹介したのはその絵本セラピストというね、そういう活動もしてらっしゃるので、まあ、最終的にはそこのちょっとあのお写真が、お見せできればいいかなと思うんですが、じゃあ次の写真をお願いいたします。で次の写真はこれは何をしている、先ほどの続きで、先ほどの続きですね、続きで、もうなんかこうプッっていう感じですね。何かプッと出ちゃってるようなね、なんか感じで、なんかいろんなことをなさってるんだなって、体張ってます、体を張っていて、実はあのお見せできないけれども結構な写真を、いろいろと拝見させていただいて、ここがギリギリかなと思いまして、今回はこの写真を選ばせていただきました。はい、次お願いいたします。はい、でこれが、今回の、公式のページに、Facebook ページに掲載させていただいた写真ですね、はいはい、これはもう、あれですかね、随分大人の方も参加されているようなね。これはそうですね、これは絵本セラピーをさせてもらった時の、セラピーの時のですね、はいはい、なるほど、写真ですね。読み聞かせというよりは自分の心をこう、なんていうのかな、心を見つめ直すとか、心の整理をするとか、そういうことですね、はい、はい、次お願いいたします。はい、あ、はい、これもそうですかね。これはですね、絵本カフェで大人の方に絵本を読ませていただいた写真ですね。はい、ということはこれはあのセラピストとしてのあの活動というよりは読み聞かせの、ね、はいはい、大人の方たちに静かに心を整理していただこうと、そういう時間ですね、はい、はい、じゃあ次があれですかね、お願いします。はい、はい、これこちらも大人の方ですね、はい、あ、なるほど、はい、これね、ついこの間ですね、ついこの間ですね、はい、はいはい、なるほど、まあ、普段はこういう感じで、はい、そうですね、はい、で、まあ、最後の写真なんですけれども、この後に出てくるのが、
もう実は、後半につながる私たちの、まあ、活動の写真というかね、まあ、こんなことをしたいなっていう思いを、はい、まあ、込めたね、うん、ちょっと写真をね、うん、何枚後輩撮りましたので、はい、はい、ご覧いただければと思います、はいはい、ということで、やっぱり最初にドイツでそういった、活字に、まあ、日本語をにすごく、うん、思いを馳せている状態、うん、それからやはり日本でないところで暮らしているという、うん、そういった状況の中から始められて、うん、単に読み聞かせではなくって、うん、それはその人の、まあ、心というか、うん、そこの部分が必要だなって思われたのはやはり、まあ、ご家族のグリーフがあったからと、まあ、大きなきっかけだと思いますね。そのグリーフは前に進んでるんでしょうかね、グリーフワークとしては。はいはい、分かりました。ではそのあたりのグリーフケアについて、はいはい、後半少し、はい、図を見ながらですね、私どもからお話をさせていただきたいと思います。それでは後半に入る前にですね、私からキリちゃんに、はい、曲のプレゼントでございます、うん、と言いましても、グリーフケアをテーマにしている、自主映画を私ども夫婦作っておりまして、そのテーマ曲でございます。ゆいのあって見えないものです。どうぞ。はい、すいません、なんかちょっと動画が再生できない。はい、ゆいちゃんの曲がこのタイミングで実はね、先週街角映画館ということで、うんうんうん、この、まあ、C ウェブも非常にゆかりのある、千住手まり工房というところで、はい、じゃあ音が、はい、聞こえてきましたね。速いスピードで花たちが咲き回り、まぶたの裏側に描いたありがとうの言葉は穏やかな優しい街、重ねて
けの心のしるべ。小野浩平と申します。27年になります。静岡県の伊東市、勤務職を7年ですね。田舎に帰って、静岡県の田舎に帰って、向こうで開業したい、開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなって思いはずっと思っています。森坂よし子です。介護系をやりたくてここに入ってきて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、まあ、ここで活かせていけたらなと思ってます。名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれている森の方は、僕は1年生の、そっちかな、もしかしたら僕はその時3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところが、開業支援してくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京でまあ勉強することもできるし、それをノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。名前は藤原理沙です。各地新店舗の立ち上げから理事長をやらせていただいて、一応なんか全部の金の売り上げが一番、多分私は一生プレイヤーでいたい、その経営とかなんかそっちではなく、一生患者さんと関わっていきたい。この番組は人と人を笑顔でつなぐ千住でクロスがお送りしております。提供は町に元気を与える教育・医療・介護の株式会社キャンでお送りいたします。この番組は株式会社キャン、千住インターネット放送 C ウェーブ7階ブースから世界に配信しております。番組では皆様からのメッセージを受け付けております。千住アットマーク cwave.jp まで応援メールお待ちしております。ただいま、動画配信中の YouTube ライブでも直接メッセージ受け付けております。はい、それではただいまゆいのあって見えないものでございました。はい、実はですね、この先ほどちょっとお話ししかけたんですけれども、先週街角映画館というのが、知らない路地の映画祭の作品、昨年の、作品を、中心に上映会
名画座方式でしたんですが、そこでですね、実はこのあって見えないものっていい曲だねとか、非常に、どこで配信されるの、売ってるのみたいな感じ の、 あのリクエストがちょっと多かったものですので、私としてもですね、一応私ども夫婦の監督作品ということで、じゃあぜひ私の番組を見てくださいということで、ちょっとお話をしてしまいまして、いい曲ありがとうございますということで、あーなんか来ましたはい、で早速なんですけれども、メールおりますということで、はい、では早速読ませていただきます。キリちゃんありがとう。キリちゃん、妻と出会ってくれてありがとう。この時点でなんか誰かわかるキリちゃん、未来を見せてくれてありがとう。キリちゃん、ついでに僕とも仲良しになってくれてありがとういろいろな出会いって用意されているけど、こんな出会いも神様は取り揃えてくれていたのですね。グリーフという言葉なんて使わなくても、心の中から言葉が交わせる、そんな仲間としてこれからもよろしくお願いしますね。これから始まる素敵なアクションを陰ながら応援していくからね。若い、今でも若いけどね、頃のキリちゃんに出会ってみたかった還暦前の工藤康弘でしたもうね、実は本当にすいませんね、もうね、もう一番 の、 あのファンなもんですから、ありがたい、ありがたいです、本当に、はい、ありがとうございます。もうね、メールすごい早い段階から実は来てたんですよ本当に良かったです、無事に止めて。はい、それから、もう一ついつね来てますので読みいたしますね。はい、はい、りかこさん、桐原さん、こんばんは、デニコです。デニコさん、もうねもういつもいつもね、きちっとね、あの見てくださって、もう本当にありがたい、ありがたい、ありがとうございます、ありがとうございます。はじめましてのね、キリちゃんですよ。はじめましてです、よろしくですはい、桐原さん、はじめまして。グリフという言葉の意味は分からなかったので、理解できてすっきりしました。おお、さすが。また一つ物知りになりました。私の母親は84になりますが、一人で暮らしていますし、働いています。あ、お元気でいらっしゃいますね、うん、すごい、ね、うん、私は一人っ子だし、そうなんですか、知らなかった、父親は他界しているので、うん、母親が亡くなったらどうなってしまうのだろうと思います、うん、永遠なんてないけれど、うん、母親には長生きしてもらいたいです、うん、絵本といえば、うん、幼き頃に読んだちびくろさんぼや、名前は忘れましたが、虎が木の周りをぐるぐる回っているとバターになってしまうというのがありましたありましたね、ありましたね、はい、あとピンクのクジラなどが記憶に残っています。大人になってからは絵本を読む機会もなくなりましたが、久しぶりに図書館に行ってみようかな、読んでみようかな。今日のお二人の衣装は涼しげで素敵です。桐原さん、これからもご活躍を祈っています。それではまた、バイチャということで、もうデニコさん、よかった、暑かったですけれども、うん、1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうかはい、どうもありがとうございます、ありがとうございます。はい、ということでですね、もうグリーフという言葉の意味がちょっとだけ理解していただけたら嬉しいんですけれども、実はね、まあ、今回こういう形で、活動をする前からお話をさせていただきたかったのは、あの足立区 の、 その地域活動をされている方っていうのは、もう基本的に寄り添う力がすごく強い方たちが多いんですね、それをグリーフケアと言わずして何だろうというぐらい、非常に、皆さんこう熱心な、あの活動をしていて、それで、まあ、ちょっと言いますと、やっぱりあの下町の下町でございますので、おせっかいで、せっかちで、そういったところも、ありましてですね、すごく皆さんがそういう もともと土壌を持っている場所なんですね、だから、ただ自分だけではなくて
で、その自分のやってる支援以外のところにも当然こう近いものを持っていらっしゃる方たちとは皆さん強く結びついているので、うんうんうん、私たちがこうやろうとしていることっていうのがこう横串を通した形のその地域活動にすごくつながっていくんじゃないかな、うんうんうん、その、まあなんていうのかな、一つ視点を変えた形の活動ができるんじゃないかなと思いまして、うんうん、今回は今まで私どもが、個別にやっていたことですね、うんうん、そういったあたりのことを少しだけちょっとね、うんうん、画面を見ながらお伝えしたいと思います。はい、ではすいませんお願いいたします。まずそのグリフとグリフケアについては前半ちょっとお話させていただきました、うん、こんな写真か何かをもうお披露目しちゃいましたよ。実はこれ撮ってくれたのはうちの、工藤でございます。工藤が撮ってくれましてですね、これ朝行ったんですね、某所に、某所に行きましてですね、こんな写真を撮ってちょっとイメージを作っていこうよということでしたよね。はい、はい、2人ともグリフケアアドバイザーとしての同期ではあるんですが、特に何かそのまあ、なんていうんですかね、こう会を設けて何かをするというよりは、うん、本当に自分の仕事の中で、うん、それから身近な人たちの中で、うん、まあ、個別に、はい、その相談をしていたということですよね、うん、もう話を一月に1回はこうキリちゃんとずっと話をしてても、うん、やっぱりお互いに情報交換すると、うん、結構ねいろんな人たちがいらっしゃるし ね、はい、ね、そうですね、だキリちゃんの最近はいかがですか。そうですね、あまりまあ具体的なことはね、言いにくいかもしれないですけれども、やっぱりそういう変化のある方っていうのに遭遇する機会っていうのは、ありますね、ありますね、そうですよね、もうなんていうか今こう起こった表出してきている、うん、いわゆるこう感情が出てきてくれている部分にはいいんですけれども、実はそのもっともっと根深い、うん、直接的な原因以前に、うん、自分自身がどういうふうに生活をしてきたのか、うん、どういう生き方をしてきたかっていうところまでも、うん、きちっとこうケアをしていかないと、うんうん、辛いことが重なって、うん、前の辛いことが、うん、消されてしまってね、うん、そっちを振り返っていかなきゃいけないのに、うん、もっともっと辛いことが積み重なっていくという、うん、そういう連鎖していくようなね、うん、感じのところもあったりするので、うん、やっぱ身近な人たちはすごくそういうところ、うん、気を配ってあげたいななんて、はいはいね、私自身も、はい、まあ、これは友達という感覚で今言ってます、うん、本来人に何かをやってあげるとか、うん、そういうことは寄り添うという基本のベースにはまずありませんので、うん、あげるということではなくって、うん、ただこう見守るとか、うん、それから声掛けをするとか、うん、対話をしていく中で、その何かを与えるという感覚にはならない、うん、常にこの対等な意識の中で対話をしていくということが非常にね、うん、私たちが、うん、学んできたスキルの一つかなと思っていまして、じゃあ次をちょっとお願いいたしましょう。そう、じゃあそういうスキルを持ってる人たちって実際にどういうところで生かされているのっていうことなんですけれども、これはグリーフケア協会の公式のホームページに掲載されています、はい、今日はベースになっていることもそちらから私どもが学んできたことをベースにお話をしています、自分たち そのオリジナルという感覚というのは、うん、あくまでも自分たちの経験上のことでのお話になってきますので、うん、アドバイザーとしてはここのところを一応、はい、皆さんに参考していただきたいなと思うんですが、まずですね、医療系ですね、医療介護系、まあ、在宅ですとか、緩和ケアありますし、介護士さん、ケアマネージャーさんだったり、まあ、獣医さんもそうですよね、ペットロスなんてありましたけど、はい、ね、実は、ね、私ペットロスね、一月近く入院した経験がありましてですね、16年近く、うん、ずっと一緒にいた、うん、まあ、猫だったので、うん、
ちょっとね、あのそれもサイズがマックス12キロもあったような猫としてはかなり大きな猫だったので、う、まあ、そういった意味での存在感もあの強くありまして、あの非常にあの脱水状態になってしまいましてですね、まあ、一月入院をしてしまうと。でそれから、まあ、少しずつあの、まあ、自分が前に向けるような形であの生活に適応していったという、まあ、経験がございますので、あのこ、非常にこう単身世帯が多くなってきているので、そこら辺もね、あのペットと向き合ってあのアニマルセラピーを受けられている方たちも含めて、まあ、こういったところにもそういったものが必要かということでありますね。あとは、次はいわゆる葬儀社関係ですね、あの実はですね、私どもの今ホームページという話をしたんですけれども、私自身があの非常にいろいろ確認をさせていただいて、一番分かりやすいのは、葬儀社 の、 あの公式のホームページ、葬祭関係のですね、そこにグリーフケアに書いてあの文章っていうのは非常に、あの日常的な言葉で分かりやすく書いてありますので、皆さんはインターネット放送をご覧いただけますので、ちょっと調べたくなったらそういったページを参考にしても、あ、こういうことも自分があのグリーフのを抱えている、悲しみを抱えている状態なんだなっていうのを理解していただくことができるかと思います、はいはいはい、それからあと次がですね、真ん中が、これは寺院ですとか、まあ牧師さんですね、教会、それから、そういった、僧侶関係の方たち、でもちろんあの私ども一緒に学んだ中にもね、はい、あのご住職の方もいらっしゃいましたし、葬儀社の方もいらっしゃいましたし、もちろん、あの看護と介護の方たちはものすごく多かったですね。で、あの先ほどちょっとご紹介しました、代表の方というのが、東北福祉大学の教授で健康科学部、保健看護学科という、ということで非常に、まあ、医療系にお強くって、3.11 の時に非常に、あのご活躍を、まあ、された方ということでですね、はい、ご自身もあのご主人を大腸がんで亡くされてまして、そこからですねいろいろな感情が、生まれてきて、最終的にはそのこういったケアというのが人には必要なんだというところで、まあ、あの海外でも学ばれていらして、いらして現在に至っているという方でございます。はい、はいはい、そしてあとですね、例えば他には、教員関係ですね、あの大学もそうですし、それから看護関係もそうですし、学校のカウンセラーさんもそうですね、であとは、こちらですね、産業カウンセラー、あの非常に、会社で非常に、仕事で悩まれてしまって、ご自身を、まあ、追い詰めてしまうと、命に関わるような状態になるというあのケースがやはり多いと、今の現状非常に多いと言われてますので、そこにも非常に、こういったスキルが必要になってきていると言われています。あとは、社会福祉士さんですね、それから、まあ、心理カウンセラーさんとか、臨床心理士さん、こういった、あの福祉関係の方たち、もちろんあのボランティアさんもそうですし、ボランティアに関しましてはその被災地の支援、それから地域のボランティア、そして、例えば音楽療法士さんですとか、もうさまざまなジャンルでこういったものが必要で、ここには挙げられてないですけれども、人の心に寄り添って、何かサポートをする支援をするというのは、もう本当に日常の身近なところで行われていかなきゃいけないんだなっていうところですね。はい、そうですね、はい、ということで、じゃあ次のちょっとあの見ていただけますでしょうか。じゃあちょっと今度あのウルフケアアドバイザーとして
あのキリちゃんにちょっと、はい、あのお話ししていただこうかなと思うんですけれども、はい、はいはい、でここに挙げられておりますのが、はいはい、まあ代表的なそういった、ものでございますよね、はい、どんな状態になるのか、悲しみの状態になるご家族だったり大切な人が亡くなると、はいはい、まずちょっと心の、うんまあ、反応といいますか、うん、そうするとどんな感じでしょうね、ちょっと感情がやっぱりこう、うん、めちゃくちゃになるっていうか感情が麻痺して、うん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 、あとは怒り怒りとか、うん、不安だとか、うんうんうん、あとは寂しいとか孤独とか、うんうん、あともう罪悪感とかちょっと自分を責めるような気持ちとか、うんうん、無力感とかそういうのが、まあ、精神的な部分でということですね、うんうんうん、ではあと、これはあともう一つのちょっとスライドでお話ししたいんですけれども、あの日本人の特徴、うんうん、長期にわたって、うん、いわゆる死母、うんうん、ものに、思いを馳せたりとか、うんうん、何かその人につながるようなものがあるとそこをずっと思い続けるというところが、これはあの日本人のちょっと特徴的なところでありまして、どうしてもその欧米型の考え方で、当てはめてしまうと非常に難しいと言われているところですよね。であとは体の反応といいますと、身体的な反応というと、まあ、眠れない、もう眠れない、うんうんうん、食べられないっていうのがまず最初に来ますよね。であと体力が当然落ちてくる、うんうん、疲れるとか、頭痛とか肩こりだったり、うん、めまいだったり、うん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 、そういうのですね、はい、うん、あこれ血圧なんかもね当然影響してくるだろうし、うん、もう自律神経、そうですね、体重ね変わりますね、免疫力が低下する、うんまあ、こういう本当にこういう具体的な症状になると、うん、やはりおかしいと思った場合にはちゃんと専門の、うん、いわゆるこう、うんいわゆる病気として、はい診断ができるような医療機関で、うん、きちっと診断を受けるっていうことが、うんまあ、大切になってくるかなと思ってきます、うんうん、でもその前に気持ちで、はい、救えることが、うん、救われることがあれば、うん、やっぱり話を聞いてあげる、ね、ということが ね一番いいのかもしれないですよね、うんうん、そういうのが やはり日常生活の行動の中にも現れてきますよね、うんうん、ぼんやりしたり、うん、涙がすごく出てきてしまったり、ねうん、どうしようとかなぜとか、うん、もうはっきり言って、まあ、私自身もですね、うん、そういったことは多々ございます、うん、正直、うん、あと10分で急がなきゃいけないのに急に来たとかね、うん、それはおそらくあると思うんですが、うんじゃあちょっとの時間もちょっと迫ってきているので申し訳ありませんが、最後のそれですね、もう一枚お願いします。はい、これいろいろねじ曲がっていますけれども、うん、要するに何を表しているかというと、心のこの動き方というところをこう日本人の反応というのをこんなふうに図でホームページの方では掲載しています。ショックの状態の後には、死母と早期というのがちょっと出ているんですけれども、それがあって必ず、いわゆる失ったものへのこう喪失という時期で閉じこもったり、うつ状態になったり、再生しようと試みたりする、これが繰り返されるわけですね。こういうふうにこの、矢印のようにどこを向いていくかわからないと、そういうことがやはり日本人の場合は強く反応として現れるというのが研究されている方からの結果でも出ているということでございます。じゃあ最後にですね、はい、こういった、私どものこれからの、まあ、活動で、はいはい具体的に何をしていくかというと、こんな難しいことはいちいち話しません、はいはいはい、たった2時間をですね、うん、ゆったりと心を、うん、整理する時間にしていただきたい、うんはいはい、ですのでキリちゃんと私に共通するのはやはり
絵を見て表情、人の表情がどういうものを、うん、言葉に表しているのか、うん、そういったものをですね、うん、ドキュメンタリー的な映像や放送を使って、うん、みんなで同じものを見て、うん、ああ隣に座ってる人はこんなことを考えてたんだなっていうのを、うん、感じながら、うん、それを持ち帰って心を整理していただく、うん、はい、そのような時間に、ね、そうですね、はい、していただければいいなって思っております。はいはいはい、じゃあもう時間迫ってまいりましたので、ギリちゃんもね、はい、この後ですねまたちょっとゆっくりと別の場所で、はい、ということになるかと思うんですが、どうでしたでしょうか。これから何か一言、うん、足立、はい、千住で、はい、活動を、はい、するということで、はい、まあ、もちろん私も一緒ですので、はい、ですが、何か、はい、まあ、はい、とにかく笑顔でいてもらいたいっていう、うん、ことですかね。とにかくこう、うん、笑っていられるようにしててもらいたいっていう、うん、はい、そうですね、うん、最後にはなんていう、悲しいだけでは絶対に幸せにはこうなれないので、うん、最後のじゃあ写真だけ載せといていただこうかな。はい、私たちの目指すところの写真でございます。笑えるようなそういった、こうやってどんなにグリーフケアをするということは、うん、その相手のグリーフが、悲しみが分かるということです、うん、ですのでそういった悲しみが、分かる人こそ心の底からですね笑えるような、うん、そういう、街づくりだったりとか、はい、身近な人を幸せにできる力の、うん、何か役にヒントになればいいなと思っておりますので、はいはい、ぜひぜひ、7月の、いつでしたっけ、うん、第4日曜日28日そうですね、ですね、第4日曜日の午前中、はい、2時間ちょっとゆっくりですね、はい、私どもと、一緒に時間を過ごしていただけたら嬉しいなと思います、うん、はい、はいはい、それでは本日は私のグリーフケア、アドバイザーの仲間であります、桐原雅美さんがゲストでございました、はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では皆様さようなら、また番組は続きます。あ、まだ30秒あるっていやそうですか。じゃあ、うん、きーちゃん何かもう一言、はい、うん、そう、いらしてくださいわかりやすい、ありがとうございます、はい、ぜひぜひ、はい、いらしてください。なんていうのかな、ゆったりとお話をしながら、うん、そうですね、もう自由なスタイルで、そうですね、うん、いてもらえたら、うんうん、もう何にも枠を作らなくていいですので、うん、はい、ぜひお越しください、はい、それではさよなら。ほら手をつないで家族